はい、どうもグリズンです。それでは今回もやっていきたいと思います。前回、南部、一応ね、全部やりました。やれることは全部やって、久々にね、メインストーリーの方を進めていきたいなと思います。そして今日はですね、聞こえますかね？今日は飲みながら やっていきたいと思います。噛んじゃった。前回もそうでしたけど、まあ、前回そのままね、僕、収録してるんですけど、まあ、前回も、レモンサワーを飲みながらね、やってたんですが、今回も飲みながらやっていきたいと思います。ゆうな、ジン、久待っ々てだたね。よ。なぜあの者らは町の外に？蒙古が槍川を囲ってて入れないんですよ。叔父上の宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが、なるほどな。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまず蒙古を打ち払い、助力を願おう。槍川の者と話したいが、町に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やるかいはある。それじゃ蒙古の陣立てを見られる場所へ行こう。いいね。やっぱ地元だけに詳しいですよね、ここら辺。この町へまた戻ってくるとはね。どこを見ても昔が蘇るよ。じゃあ目をつぶってな。槍川の乱の折、町にいたのか？その前に町を出てた。ガキの頃さ。親と共にか？まあそんなとこ。あんまり詳しく話そうとしないですね。町へ向かってる。ここは待て。すごい数だな。消えたね。こっちだ。来るんじゃなかった。今さら何さ。だって ビビってこんる。なところ。誰しもいつか故郷に戻る時が来て、過去と向き合うのだ。かっこいいこと言うな。そうだね。でも向き合うことは大事だと思いますよ。俺らの町、敵に囲まれてるね。あ、城があるじゃん。槍川はもうおしまいだ。ユナ、隠れ道はどこだ？壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が蒙古に見つかれてもしたら、槍川の民が殺されます。だが、お主の火事に命を預けた。主も俺を信じてくれ。承知しました。すぐ折れるな。川まで無事にたどり着けるでしょうか？手はあるはずだ。うん、見てみましょうか。こちらから仕掛けて蒙古を退けるか？それはいけません。そうだね、勝ち目は薄い。うん、あの壁、長くは持たぬ。アザモと同じく、槍川も直に落ちよう。槍川の連中、捕まるより死を選ぶだろうね。なるほど。敵はここまでってことか。このライン。ここに壁あるけど、この壁からこっち側に猛虎がいる感じだね。隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥。蒙古に見つかっておらぬと良いが。わかりやすい。じゃあぐるっと回っていかないとダメってことだね。川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策？残っているかもわからない隠れ道のために、見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか？離れるでないぞ。もちろんです。行こう。槍川なんかで命を懸けることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。
小さかったあんたには分かんないよ。行く感じ。水も食えないわっぱにゃ、槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。こっから行くのかな。俺のせいなんです。ついてきてる。あんたのせいじゃない。来てるね。こいつやれそうだね。まずいまずい、こっち向いてるな。あ、ちなみにね、多分時々ね、氷のこの音聞こえるけどご了承くださいね。で、僕が飲んでるのは、紅茶杯です。最近ハマってるんです。どうしようかな、これこいつやっちゃうと、こいつとはあっち奥にいるやつにバレちゃうよね。ここは、おっと待ってよくバレないなこれ。大丈夫かこれ。この中からいける？これいける？本当にやるんですね。走れるな。これいける？あいつにバレる気がするんだけど。え、いけるかなこれ。あ、いけるね。意外といけるね。今ちょっとバレそうになってたけど。やばいやばい、ちょっと待って、バレるバレる。もう走るなら川までついていくんだ。危なかったね。ここは敵をやっつけずに行った方がいいんだよね。敵めっちゃいる。これいけるか。大丈夫だね。あの橋があるとこまで行かないといけないの。ここ泳いでもいいんだよね、別に。泳いでいく？トンボを取った。だよね。戦わせた。この方が何かを盗まい。あれ泳いでこないな。自動の範囲か。そっちがいつも負ける。あれ早い。愉快な遊びだ。瞬間移動してきたな。あれなんかちょっと待って、なんで？元の場所？あれ、ちょっと待って。あっちか。あ、やばいやばいやばい。あどこから？一番最初からとかやめて。昔ここでトンボを取っただよね。で、何？どこ？やり川の三枚。もう片方は。ああ、地頭の範囲か。そっちがいつも負ける。愉快な遊びだ。あ、そういえば川沿いって言ってたもんね。ルートを間違えたな。滝の裏だよ。滝の裏、この中入れるんだ。おお、これは敵も気づかないよね。兵糧を溜め込んでおったのか。すごいね、荷物がいっぱいだね。町に入ったら私が話すよ。そうしてもらおう。あれ。何者だ。どうやって入った。私はここの生まれだよ。猛虎に見られたの。いや、それより猛虎の囲いだが。己侍の格好なんかしやがって、誰から剥ぎ取りやがった。野党じゃない、クロード様だ。クロードだと。宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ、直ちに。宇治政、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家はおじゅうを追放したはず。影じゃ未だに槍川がのさばってる。
ランは沈められても、志村家を恨む奴らがその度に追われるんだ。猛虎が橋を渡ってくる。お主らついてまいれ。離れるでないぞ。何でしょうか。何やら騒がしいが。こりゃまずい。頭もいる。町を落としに来たの。猛虎は何が望みだ。アンバルメン、槍川の民よ、我が名はテムゲ。この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば、情けをかけよ。さもなくば己らに無ごたらし死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。去ったな、行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。でもここはね、考えた方がいいと思うな。みんな一つになってね。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。坂井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿の甥子がよもやあのクロードの正体とは。知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のよう。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になった。いや、この酒井の一味さ、クロードのね、囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが。鷹を探そう。とんだのなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。待て。これでもわからないなら。待て待て。プレゼントマークがあるぞ。あ、まだある。あ、ここにもあるんだね、これ。お寺の方にもありますけどね。ここにもあるんですね。タカは毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがあるときは親方の真似をしてたね。そうなんだ。鍛冶屋とは会えたか。代替わりして親方はもうどうでした。宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやん。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。クロードの戦いを見せてやるか。自分でも認めたか、クロード。ついにクロード言うな言うなって言ってたのに。お、4ポイント忘れてたな。そういえばスキル後継ぎはあの土を持ってた。あんたが使わせてもらってたやつ。ここか。あとは技ですね。これあと1個なのでこれ覚えちゃいましょう。そしてあ、これいいですね。ふんふん、まるで回避して四角または三角。これがいいな。よし。覚えてたよりずっと小さかったよ。
いつも火事場にいたね。動かすのが大変で。宇治政も考えを変えるさ。うん。あ、寺？お祈りできるかな、ここ。あ、できない。ポーンなってる。こっちから行った方がいいよね。あ、こっちか。これどうなるんだろう。ここにいる敵倒したのと。やめといた方がいいか。ここにも敵、あ、敵いないね、ここは。なんかあるかな。何もなかった。よし、行こう。早いな、もう着いちゃった。っていうか、ユナ、もういるし。タカも呼んだのか。話そら。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など、慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し。ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど。いい子じゃんね、タカ。ビビリだけど。探してみよう。槍川の臆病者。猛虎が死んでおる。私じゃない。焼き傷があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。これはもしや新しい弓が手に入るとか。ん？どこへ行くんだ。あっちか。足跡三、いや四人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる。いや、母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。なんかいいな、今の時代。そんなことあんまりないですよね。子供たち竹でカゴを作るとかね。コオロギがどうとか、もうみんなゲームとかネットとかね。なんか家にこもることが多い気がしますね、今の子供たちは。なんか聞こえるね、フォーンって。関係ないのか。あの家に続いておる。侍が住んでたね。相撲じゃ負けない。クーマ。ごめん、死ぬとこだったんだよ。危ない。中を調べよう。私は外を見る。熊が兵糧を送ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。矢尻に譲る。三河用の皮も。ああ、まだ中を調べるの。中ある。
座がある。ここに泊まったか。熊には食われてなさそう。そうだね。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、血もないし。こっちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。こっちかな。はい。まだ調べる。モーコの火薬を盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。なんかすごいうるさいね。ふわんふわん。いました。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。丘？身を低くして声を潜めろ。どこ？ああ、あいつか。どこ行くんだろう。お侍が生きてる。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたものの、あえなく見つかってな。他にはいないの？捕まった。ここまでおったが。我らも手を貸そう。うん。腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず志村さん相当嫌われてんな。捕虜を運ぶ部隊、どうやら時期に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。なるほど。槍川の弓取り皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。うん。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです？道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。面白そうだな。本当なんかグラセフっぽいね。猛虎はこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。いやだ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。仕事が増えましたね。怖いか。いえ。絶対嘘だろ。少しだけ。姉さんもあなたも。少しだけね。怖いものを知らずでしょ。まだわからんだろうが、誰しも怖い時はある。ユナもな。あなたも。ああ、叔父上が捕らえられた時、家族を失うかと恐ろしかった。だからユナの不安もわかる。姉さんには何度も救われた。俺もだ。ああ、すごい仕掛けてあるね。いろんなとこ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。どのタイミングで。今ですか？まだだ。あ、いや、知らせてくれるのかな。もう十分近いですよね。いいんじゃない。もう情け無用。もうこれでおしまいでしょ。一人も逃がすな。あ、こっちからも撃たれてる。来たな。
また来た。あ、隊長来ましたね。あれを破壊しよう。よし、痛い。どれが敵か。ちょっとね、この味方の弓のやつら似てるんだよね、色が。いつ上がってきたお前。あ、終わった？な、終わったっぽいね。酒井殿、よくやった大黒。仲間を連れて槍川に戻れ、直ちに。いやはや、まさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな。まれに見る豪の者じゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカ、おかしくなかった。かわいいな。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。ユナ、心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろう。トワにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。うん。まあね、自分にとって大切であればあるほど、それをね、守りたい気持ちはすごくわかりますけど、それが果たしてね、その人のためになるかと言ったら、そうとは限りませんよね。それだけやっぱりその人が持ってる可能性っていうものをね、閉ざしてしまうことにもつながっちゃうと思うんですよね。はい、まあ、どうもこんにちは。とりあえず吹いときますか。あ、話できますね。なんだろう。新山の調子はどうだ。みな士気が上がっとる。クロードが味方だからな。クロード広まってますね。クロードが大国、懐かしいな。大国よく遊び行ったな。とりあえず今回この辺にしましょうかね。続きはね、また次回。まあ僕このままね、飲みながら多分収録は続けます。はい、よかったらね、また次回見てください。お疲れ様でした。バイバイ。